皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。 Hi guys, it's J here。 今日はシンガポールの駅ぶらり旅の動画です。でこちらのくじ引きで、駅を選んでいます。まあ、早速さ、今日の駅を選びましょうか。それでは選びたいと思います。え、どう、ガールサークル、ガールサークル駅は確かにあの緑線にあって、シンガポールの結構西側にありますね。まあ、少し遠いので、あの早速ですが出発したいと思います。 Let's go。で今日当たった駅はガウフサーカルという駅なんですけれども、正直今日のぶらりはノープランです。ガウフサーカルを検索してもね、この周辺のビジネスはほとんど重工業です。で今日はあの週末なので、週末に工業団地に来ても正直食堂すらもやってるかどうかも曖昧なところなので、とりあえずガールサーカルという道路を一周しながら周りをちょっと見てみようと思っています。ただいまガールサーカルにいますね。この駅はぶらり動画で出しても正直あの皆さんに来てねとはちょっと言えないところですね。まず一つ目のヒントは、この周辺を通ってる車両のタイプがちょっと変わりすぎてます。通ってる車両がほとんど、なんか運んでる重車両がほとんどですね。あの私の道路の向こう側に止まってるのは全部トレーラーです。ここにバス停があるんですけれども、止まってるバスは1台のみです。しかもこのバスのルートを確認したら、もうガールサークル周辺のためのバスですね。そして2つ目のヒントは、道路と歩道の状態です。この周辺の道路のカーブ、その道路の横の壁、あの通常はちょっとあるほどの高さがあって、まあ、黒白黒白で塗っているんですけれども、この道路のやつ見たらもうないところもありますし、あのなんか随分時間が経っていたという印象があるんですね。あの私の目の前のもうほぼないです。あそこもほぼないですね。そして、歩道がないです。ちょっと見えるでしょうか。これ歩道がないです。私ただいまあの道路沿いで歩いてます。ちょっと危ないので、車両方向と逆の方向で歩いてますね。そしたらあの車が来たらすぐ見える。ようやく歩道が見えてきました。でただいま私は、ガールサーカルという道路の、時計順で回っていますね。私の左にあるのは、モラタシンガポールの工場です。でモラタシンガポールは、1970年代ぐらいに設立して、主に東南アジア向けの電子部品の製造をしています。あの先ほどちょっとウェブサイトを確認してみたら、あのセラミック電子部品に結構あの推してるみたいです。でそういえばこの周辺は日系企業が多いかもしれないので、これからあのこのガウサーカルをぶらりしながら
日系企業っぽいのところを発見したら調査して皆さんにちょっと紹介してみたいと思います。でこの会社はカワリン企業って書いていますが、シンガポールの会社名はカワリンエンタープライズです。でカワリンエンタープライズは、主にスチール部品の加工と製造をしている会社ですね。歩いたらまた歩道がなくなったので渡ります。だから1970年代のシンガポールの地図見たらタンジョンガウルという場所があったみたいですね。なのでこの周辺は、ガウルという名前で呼ばれてきたんじゃないかなと思います。タンジョンはあの山頂のことです。なので、ガウル山頂ですね。まあ、今多分その山頂っていうのはその丘がもう平たいにしたと思いますね。シンガポールは独立以来、海岸線の周辺をどんどんあの埋め立て地を作っていたので、おそらくタンジョンガール、その丘平たいになって、その土を、埋め立て地に使われていたんじゃないかなと思います。どうやらガールサークルの曲がるとこに来ていますので、ここで右を曲がって進みます。また歩道がないですね。左右も危ないですね。でただいま通っている会社はアズマエンジニアリングという会社なんですけれども、この会社の本社は多分日系ですよね。エンジン部品を取り扱っている会社みたいです。そしてもう一軒発見しました。ここにマキノって書いていますね。でただいま軽く調べてみましたが、マキノさんは結構すごいところらしいです。シンガポールで、マキノアジアは主に、CNC 機器の製造をしているみたいですね。まあ、簡単に説明すると鉄部品の加工をしている機械ですね。あの切ったり削ったりすることで、形をする機械の製造をしています。結構大手みたいです。いや大手です。あの工場内にスポーツ&レクリエーショナルセンターがあるのはおかしいです団地も結構広いですね。そしてこちらの巨大ビルは、JTC ロジスティックハブですね。ガールので、最近あのホーカーコーヒーショップとフードコートの違いを、紹介してみた動画で、JTC という名前があの挙げたんですけれども、JTC もともとはジューロンタウンコーポレーションという会社だったんですけれども、まあ、会社というか政府機関ですね。で現在は JTC コーポレーションという名前になっていますが、シンガポール独立してからいろんなエリアを開発していく計画がありましたが、例えば HDB は住民のための住宅を建てたりしていたんですけれども、 JTC は主にジュロンのエリアを工業地区の開発に集中していたんですね。なのでジュロンタウンコーポレーションですね。でも現在 JTC はマネージしているエリアはあのジュロンだけじゃなくて、まあ、主に工業団地ですね。週末の工場団地である意味で平和ですね。でただいま NEX グローバルエンジニアリングプライベートリミテッドを通っていますが、 NEX は日本エクスプレスです。あの日本の運輸会社です。あ、道路がやっぱり整備されていないですね。共同 UC アジアプライベートリミテッド発見。あの共同 UC って書いてるからもう日系会社ですね。あんまり人がいない感じですか。ジャックフルーツの木もありますね
で皆さんは、よくシンガポール在住日本人方々の SNS、インスタや YouTube、 そして写真投稿している写真で、キラキラのシンガポールをよく見えていると思いますが、実は平日、こういうところで働いている、シンガポール在住の日本人の方々もいますね。だんだんガールサークル駅の周辺に近づいていくので、ちょっとガールサークルの情報をまとめてみたいと思います。ガールサークル駅はパイニアプランニングエリアとトワスプランニングエリアのど真ん中にある駅ですね。でパイニアプランニングエリアはちょっと中小企業、そしてちょっと住宅区がある場所なんですけれども、トワスプランニングエリアはもう西行くほど重工業、そして最終的にシップヤード、船が困ったりメンテナンスしてたりする場所に行くんですね。でもちろん船を、抽選してメンテナンス修理をする場所は、シンガポールにいくつかあるんですね。例えばハーバーフラントの近くにあるパーセーパンジャン、ポートブレアニー、そしてセントーサ島を行くときにモノレール乗ってるときに左を見たらコンテナポートがあるんですね。で実はあそこはケプルハーバーで、ケプルハーバーもシップヤードがあるんですね。しかしこの何十年に政府はそのポート施設を全て一箇所にまとめるマスタープランがあって、おそらく2030か40年ぐらいにトワスにトワスメガポートを作ろうとしています。多分今そのプランが今実行しているんですね。なので昔のシンガポールの地図と現在のシンガポールの地図を比較したら、一番南西最南、まあ一番西南の端っこは結構変わってるんですね、シンガポールので。あそこは将来的にトワスメガポートになるんですね。ちょっと電車路線が見えてきましたので、これから駅に戻りたいと思います。はい、ただいまガールサークル駅に戻りました。ちょっと重車両が通ってる音が結構うるさいので、カメラが口の近くに置いてあります。で、今回のブラリ動画で、紹介というか軽く紹介された日系会社はあくまでもガールサーカル道路沿いの、会社なので、この周辺はもっと、日系会社があるんですね。でこの動画はでこういうね、平日でも頑張っている重工業団地も紹介している動画はこのブラリシリーズの特徴なので、こういう駅当たったらですね。なので、面白く見ていただければすごく幸いです。この動画もし面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。